はい、どうも夏です。今日もお願いします。はい、本日なんですがね、以前福山市の魅力をお伝えするという動画でですね、ペリカンドーナツさんの方をご紹介させていただいたんですけど、実はですね、あの近くに朝日ベーカリーさんというですね、すごい美味しそうなパンがたくさん並んでいるお店があるということで、今回はですね、ちょっと以前から気になってたんで、そちらの商品買ってですね、食べようかなと思います。早速ですね、お店の方行きたいと思います。本日もお楽しみください。はい、ただいまですね、こちらは福山駅の南口のですね、すぐまあ近くなんですけど、割とね、ここから近い位置にあるようなので、焼きたてがついた。じゃあ買わないわけにいかない。わあ、どっちも美味しそう。じゃあですね、こんな感じで人気ナンバーワンとかってついているパンをですね、3、4種類買うかな。すいません、クロワッサン一つと牛煮込みカレーパン一つと、じゃあポテ明太一つと、と、あんバターフランス一つ。はい、ばっかりの商品こちらと、こちらがあとエビ、あとこちらエビが、はい、これが新しいやつですね。そうです、もう昨日出たてのほやほやです。はい、このオレンジのクロワッサンがもう断然おすすめなので、はい、はい、お店の方おすすめということで、このオレンジのクロワッサンじゃ一つ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に美味しいので、生のオレンジがアクセントになってて、はい、ぜひ召し上がってみてくださいね、はい、ありがとうございます。じゃあこの、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、購入しました。もうね、お店の方がとても優しい。はい、本当ありがとうございます。それではですね、こちら持ち帰ってですね、早速実食の方していきたいと思います。もうめっちゃ買いました。すごいね、これ食べきれるか。チャナツビリー。はい、というわけで帰ってきました。もうね、暑かった。まあもう本当に最初にその朝日ベーカリーさんの動画をやるってなった時に計画してたのはね、やっぱ福山城がもうそろそろそちらの工事が終わりかけてて、福山城のね、全貌が今見えてたんで、その見えるところで食べようって最初は思ってたんですよ。そうしたらね、まあもう外カンカン照りです。あ、これ私が持たないと思って、まあ、急遽、まあ、家で撮るっていう形にしたんですけど、インスタとかでも上げてたんですけど、うちね、テラスを DIY で作ったんですよ。だから、あ、ちょうどいいし、そこで撮って、ちょっとその野外撮影っぽくしようと思ってたんですが、いかんせんテラスも暑い。
ちょっとパンとかが傷みそうな気がしたんで、あ、もうこれは夏場に外の撮影無理だと思って家の中でさせていただくことにしました。はい、それではね、早速、朝日ベーカリーさんのパンをですね食べていきたいと思います。ではね、あの買ってきたものをねご紹介したいと思います。まずは、まあ、あのお店での撮影でも言ったんですけど、その商品にですね、あの1個ずつお店な、あの人気ナンバーワンとかそういうのが貼ってあったんで、それがメインなのと、あとはあのね、焼きたてっていう言葉にちょっとね惹かれちゃって焼きたてのパンをですね、1つ買わせていただいたのと、女性のね、あの店員さんが勧めてくださった商品をですね2点買わせていただいて、これはあの同じ福山の YouTuber さんが、あの私より前にその朝日ベーカリーさんの、あの紹介動画みたいなのされてて、そこで美味しかったって言ってもらっ、あの言ってたあの商品があったんで、そちらを買わせていただきました。はい、そんなわけでね、あの1品ずつではご紹介しながら実食していきたいと思います。でですね、今商品の紹介した、まあ、お気づきかと思うんですけど、やばいぐらい買っちゃったんですよ。とても一人で食べきれる量じゃないので、今回はちょっとごめんなさい、半分ずつぐらいにして、残ったやつはあのまたちゃんファミに家族に分けようと思います。はい、それではね、まずは人気ナンバーワンっていう表示がされていたこちらの商品、やん、はい、クロワッサン。結構その朝日ベーカリーさんクロワッサンの商品が多くてですね、何々クロワッサン、何々クロワッサンっていう感じで、結構クロワッサンの商品が多かったんですよ。まあもうだって見るからにほらめちゃくちゃ美味しそう。じゃあ早速人気ナンバーワンのクロワッサンからいただきたいと思います。じゃあいただきます。わ、めっちゃサックサク、な、美味しい。これはね、人気ナンバーワンだわ、間違いない。めっちゃ美味しい。これね、焼きたてなわけじゃないんですよ。まだね、あの表面カリカリで中ふわふわで、バターの味がすごいする。これ美味しい。なんか何個でもいけそう。これ一人で食べちゃおうかな。シンプルなのに美味しいってやっぱいいね。基準としてシンプルなパンが美味しいところは絶対美味しいんですよ。じゃあすいません、ちょっとお行儀が悪いんですがね、こちら残りは家族にあげたいと思います。いやでもこれね、ほんとペロっていけちゃいそう。めっちゃ美味しいクロワッサンですね、ありがとうございます。じゃあ続いてが、人気ナンバー2と書かれてた商品ですね。じゃじゃん、ほっ、このね食欲そそるビジュアルやばいですよね。これが、牛煮込みカレーパン。いやーもうやば、あもうお腹がすごい鳴ってる。じゃあいただきます。ナンバー2ですね。ボロッといきそう。うん、うん、サクサク。うん、カレーうまやっぱりその牛のカレーなんで、しっかりね、そのなんというかこってりっていうか味が濃いめのカレーなんで、これがねまた美味しいわ。ちゃんとね、辛みもあります。めちゃくちゃ美味しい。じゃあこちらも半分ね、いただきました。はい、じゃあカレーパンもありがとうございます。なんか一人でね、ほんとペロっていけそうだわ、この今のラインナップは。全然まだまだとはいえね、あのここにまだ山のようにあるんではい、それではですね、人気ナンバー3をいただきたいと思います。はい、こちらですね。こちらが、アンバターフランスだったかな。ごめんなさい、今名前をど忘れした。
まあね、ちょっと見えにくいかもしれません。これバターとあんこがね、真ん中入ってます。でね、しっかりした硬い生地ですね。いきます。これナンバー3ですね。おー、パコン。めっちゃしすぎた。あんこおいしい。しっかりしてるわ。やば、めっちゃ出てきた。あー、でもバターとあんこめっちゃ合う。なんかフランスパンの味にあんことバターがよく合うんですよ。やっぱパンもそれこそクロワッサンとかコッペとかいろいろあるんですけど、やっぱそれぞれ同じパンでも独特ななんか違いってあるじゃないですか。その中でもやっぱフランスパンにあんことバター合わせるのすごくね、美味しいです。結構そのデザートパンなイメージで買ったんですけど、ちゃんとね、しっかりとあんことバター入ってて、ちゃんとボリュームがあるんで、デザートパンっていうか惣菜パン的な感じのボリュームですね。また美味しいんだわこれが。はい、じゃあこちらもね、半分いただいたので、はい、ありがとうございます。はい、ちゃんとね、家族と分け合って残りも食べるのでご心配なく。家族もね、朝日ベーカリーね、食べたがってるんですよ。まあ、ただ駅前にあるからなかなかね、行く機会ってないから。ここからですね、出来たてって言われて買っちゃった、思わず買っちゃった商品ですね。ポテ明太。じゃあこちらいただきます。うまっ。濃厚。あ、これ味しっかりついてる。あ、めちゃくちゃ美味しい。これ上位にいてもおかしくない味してるわ。表面チーズついてるんですけど、チーズのおかげなのかね、すごいサクサクしてるんですよ。それがまた美味しい。ピリ辛ではあるんですけど、そんなにね、気になるようなピリ辛さじゃないです。辛いの苦手な人でも全然大丈夫。さっきのカレーパンと同じぐらいなのかな。まあ、カレーパンもちょっと辛かったんですけど、全然その辛いのが苦手な人も食べられるぐらいなんで。いや、これめっちゃ美味しい。はい、じゃあこれも家族にね、美味しさを共有したいと思いますので、ポテ明太ありがとうございます。はい、そして私またね、忘れてましたね、ここまで来てコーヒーを実は用意してたのに、すいません、今更なんですが、乾杯。さあさあ、それではそのお店の店員さんが勧めてくれた商品2点をね、こちらとこちら、はい、こちらが、オレンジクロワッサン、クロワッサンだそうです、これ。はい、オレンジクロワッサンと、ごめんなさい、こちらのお名前をね、ど忘れしましたチョコなんだったっけな。はい、こちらね、アサヒベーカリーさんの方で新商品として出されてますので、皆さんもですね、今言っていただいたら確実にあるので、ぜひ食べてみてください。じゃあこちらもね、いただきたいと思います。こちらオレンジクロワッサンはお店の店員さんがぜひっていう風に言っていただいたんで、すごいね、楽しみです。はい、こんな感じですね。すっごい、あ、オレンジのいい匂い。じゃあちょっとこちらもいただきますね。いきなりオレンジまで到達しないや。なんだろう、オレンジピール、ケーキとかに入ってるオレンジピールっぽい味がします。爽やか、オレンジの香りが。
そんなにね、甘すぎないです。めちゃくちゃ美味しい。またね、この真ん中のオレンジの香りがね、強いから、すごい割とそのオレンジをそのまま食べてるような感じ。次で一口で真ん中いけるかな。うん、あ、うん、ちょっと苦みがあるオレンジに。でもこの生のオレンジなんで、すごいフレッシュでびっくりした。私結構甘いのかと思ったら、今苦みが来ましたね。これは美味しい。大人な感じ、大人なデザートパン。うん、あ、うん、もうね、この上のオレンジ噛んだ瞬間の果汁とかが結構そのジュワッとくるんで、なんか新しい感じがしました。この私の感動をまた家族にも共有したいと思うので、こちらも、いやー美味しいわ。はい、では続いてですね、こちらもね、あのおすすめしていただいた商品で、まあ朝日ベーカリーさんの方で新しくあの出た商品ということですね。うわ、おお、すごい、なんかしみしみのパンみたいな感じです。こんな感じ、私の顔、あ、しっかりチョコレートの香りです。はい、わ、ちょっと気になる。じゃあいただきます。ん、お、なんだろう、不思議な食感。しみしみのチョコレートのトーストって言っていいのかな。ほんのり甘い。わ、これなんて言ったらいいんだろう。結構ね、その上の方とかプルプルしてるんですよ。といってもそんなゼリー状のプルプルみたいな感じじゃなくて、その見た目に対して思ってたほどの甘さじゃないです。これはね、あの油断してるとバクバクいけちゃうやつです。なんかこれ食べるときは逆に甘い飲み物とかが一緒の方がいいかもしれない。うん、食べやすい、めちゃくちゃ。じゃあちょっと最後いただきますね。うん、うん、なんだろう、ふわふわだしプルプルだし、甘さはあるけど決して甘すぎない、の濃厚なチョコレートっぽいんですけど、見た目がね、もう こんな感じなんで、濃厚なチョコっぽいけど決しての、濃厚さっていうか、なんだろう、表現としてあんまり良くないんですけど、見た目の割に全体的に薄いというか食べやすい。はい、じゃあこちらもですね、ちょっと家族と一緒に食べて、これはどう表現したらいいんだろうっていうちょっと会議をしたいと思います。というわけでね、実は次が最後のパンです。こちらがですね、チキン南蛮コッペ、同じ福山の YouTuber さんが食べていらっしゃってて、なんかおすすめありますかって言った時に、これをね、これも勧めていただいたんですよ。なのでこれは全部一人で食べたいと思います。ごめんよちゃんファミこれはね、ちょっとね、私一人で食べてしまいたいです。あー、いい匂い、最強の見た目わー、美味しそう。はい、じゃチキン南蛮コッペいただきます。あー、これ外で食べたかったな、まあ、でもね、ちょっと暑さにやられそうだったんで。うん、うまっ。これお肉にもしっかりと味ついてるし、このね、タルタルがめっちゃうまっ。またね、パンがコッペパンなんで、すごいね、食べやすいです。うん、まっ。これ、うん、まあ、タルタルうまっ。いや、美味しい、これこれ。うん、なんだろう、チキン南蛮っていう
書いてあったんで、結構濃厚な感じなのかなって思ったんですけど、なんだろう、結構ヘルシーな感じがしてます。お肉がこれもしかしたら胸肉なのかな、鶏肉としか書いてないんですけど、なんかちょっと胸肉っぽい感じがするんで、違ってたらごめんなさい結構そのヘルシーな感じの南蛮、タルタルがめちゃくちゃ美味しい。いや今回買ったパンどれもね、ほんと景色のいい場所でね食べてる動画をお届けしたかったんですけど、異常なぐらい早いタイミングで梅雨明けをしまして、この辺どこもかな、梅雨明けが早すぎて雨降ったっていう感じがするんですけど、もうね暑いんです。まあまあお出かけの際はですね本当に気をつけてください。外でのね撮影なんか、それこそ YouTuber さんとかされる時はね本当に気をつけた方がいい。強い主張があんまりないから、それだけその、まあ、元のパンだったりっていうのにすごい自信があるんだなっていう感じが受けて取れます。その証拠に本当にパンがめちゃくちゃ美味しい。本当にねタルタルがうまい。アガイベーカリーさん、これタルタルだけって売ってませんか？さすがに売ってないまあでもその今回ね、そのお店、まあ、動画の許可は一応もらって撮影してたんですけど、まあ、他のお客さんとかも来られてたんで、あんまりねそのお店の中をぐるーっという風には映せなかったんですけど、まあ、あのパンの並んでるレジ周り、向かいというか壁伝いには結構そのジャムっぽいものとかそういうのも売られてたりしたんで、ちょっとねそこもねちゃんと紹介させていただきたかったんですけど、それはねまた次の機会に、またあの撮影許可をいただいて、アセベーカリーさんお願いします。はい、そちらも紹介したいと思います。はい、じゃあもうこれね一口でいっちゃいます。でかいかな。いきます。突っ込みすぎたいやでも美味しかった、はい、ではこちらチキン南蛮コッペ、こちらは全部ねいただきました。ごちそうさまでした。はい、美味しかった。チャナツビリー。ああ、コーヒーが合う。じゃあそんな感じでですね、こちらアサヒベーカリーさんのパンをですねいただきました。ごちそうさまでした。はい、あの福山駅の南口、まあ大体南口出て 1,2 分もかからないんじゃないかなっていう。そんなところにですね、あのこのアサヒベーカリーさんいらっしゃってて、もうねあの外装がすごい綺麗なところなんで、多分ねすぐに見つけられると思います。はい、今回はそちらの方で、美味しいパンの方をご馳走になりました。ありがとうございます。1回じゃこのアサヒベーカリーさんのねあのお店の紹介っていうのがね、私自身がちょっと物足りないので、またねあのどこかの機会でもう一度あの紹介の方させていただきたいと思います。はい、というわけで、福山駅のね周辺にあるね美味しいパン屋さんの方、アサヒベーカリーさんご紹介させていただきました。ごちそうさまでした。はい、この動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さらに Twitter、Instagram もございますので、フォローの方よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、どれが一番っていうかね、あのやっぱりクロワッサンね、人気ナンバーワンなだけありました。すごく美味しかった。ぜひ皆さんも食べてみてください。